はい、これがね、まあ、ふるさと祭りだそうです。あ、フリーマーケットだね。こちらはね、まあ、船尾まんじゅうだそうです。120円ぐらいかね。110円だって。これシルバー人材になっちゃうんですけど、エールソングまた会おうこの場所で CD グッズ販売。へえ。シャインマスカット1000円、スマゴイキャベツ150円、さつまいも100円。フリーマーケットですね。はい、こちらが28万円、あちらが48万円。こちらは、まあ、多分最初に見たのはこちらなんですけど、こちらはちょっとあのステーションって言われる衝撃吸収のものがついてたり、タイヤの方がこの辺りがしっかりしてる
ちょっと乗り心地がね、いい方のタイプだと思います。で、こちらがそれよりも軽量タイプで、こんな感じで、折りたたみ。できるので車とかにも乗せやすいので、まあ、一般の方が使うってなるとこっちの方が使いやすいと分解しますよね。だから施設とかそういうところで使うのはどっちかというとこっちの方が向いてて、で一般の方が、まあ、でもこのまま折りたたんで玄関先に置いてっていうのであれば多分こっちの方が一般の人は使いやすいかもしれないですね。滑らかに出発できる。そのまま車にも積めるので。で、やっぱりこちらのは揺れてます。どれぐらい乗れるんですか。例えば1時間。距離は10、こちら20キロ、こっちが18キロ。で、どんな乗れるの。実は一番速いスピードで連続で4時間。こんなに乗れたら車に乗れたらいい。ずっと乗ってやってたもんね。だからこの辺から今度はね、狛江線のあの辺でいろいろできますけど、買い物行って帰ってくるのには全然はい。よく病院に付き添って行っていろんなタイプの見るんだけど、これほどがっつりしたあんまりないんですよね。操作は簡単ですか。操作は簡単です。乗ってみますか。はい、あどっち乗り換え、こっちでいいですか。はい、あ、じゃあもしよければ、はい、操作は一緒ですから、操作は一緒で、充電はどれぐらい2番バッテリーが充電が入っていない真ん中に電源のボタンがあるので教えていただきます。家庭用の、プラスとマイナスのボタンがあるんですけど、ここで速度を違います。一応2キロから1っていうのが2キロで、この4っていうのが6キロになるので、速度はこれで調節できるで、操作は非常に簡単で、何キロぐらい前後左右に倒すだけ。あ、本当ですか。ブレーキがないので、離すと止まる。26.7。押してる間だけ進む。こっちが52キロ。ちょっと最初コツがいるんですけど、はい、このコーンの中であれば自由に走って大丈夫なので、はい、はい、そうですね、そのまま。でどっちかというと指っていうよりはこの手の甲でこういう、だから持ち運びする分にはあちらの方が折りたためてベビーカーみたいにこう乗せられるんですけど、これはこれ50キロだと、これこっちはバッテリーの残量になります。はい、こっちの前輪と後輪で、ありがとう。乗ってみます、経験に。潰れたんじゃないか。一応ね、115キロまで。それ大丈夫か。まあ乗れます。ちょっと2時から用事があるから。ああ、そうですか。またいろんなところでイベントで出てますので、もしよろしかったら。はい。あまりね、シニアの人が乗るような形には見えないじゃないですか。ですね。免許返納後の、まあ、外出の機会じゃないですけど、まあ、不自由な人が乗るっていうよりは、うん、まあ、一応コンセプトは足が不自由になった方が乗れるっていうものにはなってるんですけど、一番ニーズがあるのは免許返納して足がないだったりとか、出かけたいけどちょっと遠くに行ったり出かけたりするには疲れちゃうなとか、ちょっとあれかなっていう人に向けて、調整がいいね。ありがとうございます。